この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れると言われる希望の存在。はい、セイントセイヤスタディの時間です。今回は誰について学ぶんだ？この方ね。いよいよ残すゴールドセイントもラストね。厳密に言うと弟が残されているんだけど、そのうち、紹介することになるわ。サガさんは善と悪の心の狭間で揺れ動いていた人よ。自分を律するって難しいことなんだな。4630万振り込まれたら、返す自信ないもん。いや、悪いことは言わない、普通に返せ。1万くらいなら。ダメ、絶対。善の心を取り戻すためにしっかりスタディします。それでは本編スタート。コスモを燃やせ。掃除球を守護する。カノンの双子の兄。ゴールドセイントの中でも随一の実力の持ち主。その拳は銀河の星々をも砕くと言われ、クロスをまとわずしてアイオリアでさえ見切れない剣を放ち、相手を意のままに操る精神攻撃も得意とするなど、あらゆるシリーズにおいて最強のゴールドセイントと称されている。神の化身と称されるほど優しく清らかな心の持ち主と言われ、アイオロスを除けばサガこそが神教皇にふさわしい人物と誰からも認められていた。全教皇シオンが人知優に優れたアイオロスに教皇の座を任せたことを契機に、心の奥底に眠っていた悪の人格が出現。神のような人格と悪魔のような人格の二重人格に苦しむことになる。アイオロスこそ教皇にふさわしいセイントとして協力を惜しまず一命をかけて尽くすことを誓うが、シオンに悪の人格が潜んでいることを感化されたことで半ば逆上してシオンを暗殺し、自ら教皇になりすます。さらに地上を支配するため、まだ赤子のアテナを消すべく黄金の短剣を振り下ろすがアイオロスによって阻まれ、アテナを救出して教皇の間から逃走した彼に濡れ衣を着せ、修羅に討伐を実行させた。イボのサンクチュアリでは、サガ本人はサンクチュアリから姿を消したものと思われていた。アニメでは悪の人格が出現した直接の原因はカノンによる悪の誘惑とされる。アテナ降臨後にシオンの弟アーレスを葬り、自らアーレスになりすまし、キャラクシアンウォーズと時を同じくしてシオンをも葬り、教皇の座についてサンクチュアリの全権を掌握するに至る。善の人格の時の髪の色は青、悪の人格の時は灰色で描かれる。また瞳の眼球の色が悪の人格の時のみ赤く染まる。アテナ不在となったサンクチュアリでは彼が教皇として実質的な支配者となり、いるはずのないアテナがサンクチュアリ最奥のアテナ神殿にいるかのように振る舞っていた。以降はキドサオリがギャラクシアンウォーズを開催したため、死闘を繰り広げた聖夜たちの制裁に動いた。そこからシルバーセイントの派遣、サンクチュアリとの全面戦争となる。詳しい内容はシルバーセイント編の動画でどうぞ。12級編の掃除級ではサガが空洞の双子座のクロスを操り、聖夜たちを待ち受けた。旬のサンダーウェーブで中身が空洞だと暴かれたため、教皇の間でサガが双子座のクロスをまとうまで、双子座のセイントは最初から存在しなかったと思われていた。この時アナザーディメンションで氷河を天秤級まで飛ばしている。北欧アスガルド編ではヒルダのニーベルンゲンリングの魔力のため崖に落ち、絶望しかけた聖夜の前に残留思念となって現れ、希望を捨てずアテナを救うのだと知った激励を行った。ハーデス編ではシオンらと共に復活し、教皇に仕えるゴールドセイントという本来の立場に戻った姿が描かれた。処女級では釈迦と対峙し、彼を三位一体にして禁断の技アテナエクスクラメーションで葬った。12級に攻め入ったのはハーデスに寝返ったのではなく、戦いの鍵を握るアテナのクロスを復活させるための苦肉の策であった。それを悟ったアテナは自らサガラに撃たれ、アテナの首を持って、実際は持ってない、サガはハーデス城に帰還した。パンドラに反旗を翻すもカリソネの命が尽きてしまい失敗。嘆きの壁では他のゴールドセイントたちと共にカノンから返却された双子座のゴールドクロスをまとって再登場。アテナを救うため聖夜たちの道を切り開くべくコスモを燃やし嘆きの壁を打ち抜き、その力の衝撃によって消滅。サガの必殺技、ギャラクシアンエクスプロージョン。星々をも砕くほどの非常に強力なパワーをぶつける技。隕石をぶつけたり、大量の光球をぶつけたりする。アナザーディメンション。相手を異次元空間に強制的に転送する。行く先はサガ自身にもわからない。元老魔王剣。
拳を浴びた者の脳を支配し、意のままに操る伝説の魔剣。アイオリアが犠牲者になっている。双子座ジェミニのクロス。シルエット自体はオーソドックスな甲冑スタイル。だが双子座の二面性を暗示するかのごとく、その王冠のような兜の右側面には不気味に笑った悪の顔、左側面には穏やかな表情の正義の顔がついている。12級最後の決戦。強行の間にたどり着いた聖夜。あら、髪の毛が青色になっている。前佐がだ。ここまでよく来たな聖夜と前佐が。今さら善人ぶり上がってと聖夜。引きずってでもあんたを下まで連れて行くとパンチ一発。すまないが私でも矢を抜くことはできないと前佐が。怒った聖夜、ペガサス流星剣。とりあえず全く聞いていないが、佐賀は泣いていた。混乱する聖夜。ここでアテナの黄金像が持っている盾こそがアテナを救う力があるのだと教えてもらう。でも佐賀の様子がおかしい。ああ髪の色が攻撃される。戸惑いながらもペガサス流星剣で反撃。効かない。ここで佐賀の身をジェミニのクロスがまとう。アナザーディメンション発動。異次元に飛ばされる。が、目の前に落下。前佐賀が悪佐賀の邪魔をしたものだった。怒った悪佐賀、聖夜の味覚、触覚、聴覚、嗅覚、視覚、五感すべてを奪う。聞いてないよ、こんな技。釈迦の上位五感。時同じくしてムーが何者かのコスモを感じ取る。釈迦だ。釈迦は一気を助けて生還するため、ムーのサイコキネシスの力を貸してほしいというものであった。承諾したムーは処女級に釈迦と一気を送った。生還。釈迦はペガサスが一人で苦戦している、早く行きなさいと。クロスの灰も残っていたのでフェニックスクロス、蘇ります。釈迦はこの戦いで初めて迷いが生じたと。君たちが新しい世界を作る力となるかもしれない、それを信じてみたくなったのだと釈迦。一騎は強行の前と急ぐのであった。話を戻します。五感を失ってもまだまだコスモは衰えません。さあ再びペガサス流星剣。片手で防ぐが、速度が増していく。見事吹き飛ばした。まあこんな程度でやられないですよね。腹パン一発。五感を失ってるにもかかわらず後ろに回り込み、ペガサスローリングクラッシュ。だが通用せず。強すぎる。クロスが泣いている。動揺する悪さが。だが剣を放ち続ける。首を落としてやろうとその時、一騎が間に合った。アテナ神殿に向かう聖夜、一騎が身を挺して防ぎにかかる。聖夜も満身創痍。一騎が宝翼転生発動、だが簡単にかわされる。佐賀はアナザーディメンションで一騎を吹き飛ばした。あら簡単に現場復帰の一騎、今度は宝翼転生で吹き飛ばすことに成功。佐賀はこれ以上戦いを長引かせるのはまずいと感じ建物を破壊、こっちに向かってきた一騎に一撃加え叩き落とした。聖夜はなんとか像まで到達。さあかざすのだ。ああ佐賀が来たー。また腹パン。日時計も消える。さあ間に合ったのか？佐賀は高笑い。でもアテナの心臓の矢は消えていた。ミッション成功だ。起き上がったアテナは階段を上り聖夜たちの元に向かった。だが以前、悪佐賀は大暴れ中です。もうボッコボコ。おっとまだフェニックスがいる。だがこちらもボッコボコ。描写がえぐい。とどめを刺そうとした時アテナご一行が到着。ちなみに支流、氷河、旬はアテナのコスモで復活しています。せっかく残ったゴールドセイントが佐賀を食い止めようとしたが、ムーが最後まで彼らを止めることはできませんと。せめて加勢してあげてよう。支流、氷河、旬がコスモを高める。ロザン昇竜派、オーロラエクスキューション、ネビュラストームを同時発動させるが、全部跳ね返してみせたさが。このピンチにアルデバランが割り込もうとするが、今度はアイオリアが止める。俺は最後まで聖夜を信じるとアイオリア。どこまでスパルタなんだよわら。頑張ってみんな、立ち上がります。みんなの思いを一つにし最後のペガサス流星剣。見事倒したかと思ったが、まだ佐賀はピンピンしている。さすがにゴールドセイントが詰め寄り、アテナまでもが説得に入る。
そんなアテナに剣を向けようとした時クロスの石で脱げ始める。デスマスクと同じ。それでも佐賀はアテナに剣を向けた、が。夫自らアテナの身毛を押し付け浄化。最後はあっけなく生き絶える。これで長く厳しい戦いは幕を閉じたのであった。はい、いかがでしたか？佐賀編。聖夜がアテナの盾持ってた時、佐賀が腹パンしてくれたからグラグラしてアテナに光が当たったんだよな。少なくとも私にはそう見えたけどわら。そして佐賀は必殺技のギャラクシアンエクスプロージョンを放っていないのよね。あの場でもし撃っていたら大変なことになったと思うぜ。あの時はまだ技として設定されてなかったのかな？さて12級編終わったけど次回どうするんだ？アスガルド編に行きたいとこだけど、ちょっと劇場版挟むわね。どうして？アスガルド編になるとクロスデザインが一新されるから、旧クロス時代の劇場版を見ていくわよ。了解、しっかりスタディさせていただきます。それでは今回はここまで。君はコスモを感じたことがあるか？君はコスモを感じたことがあるか？